本日講師を務めさせていただきます角張幸恵と申します。現在歌手とボイストレーナー区議会議員もしております。よろしくお願いします。はい、今日のテーマなんですけれども、30分お話しさせていただくテーマが、コンプレックスが強みになる、一生真似されない自分ブランドを築く魅力ボイスとはというテーマでお話をさせていただきます。たった2つのことです。コンプレックスは専門家になり得る才能だというお話、そしてどんな業種の方でも大切な日に役立つ30秒で聞くボイストレーニングっていうのがあるんですね。知らないと損なボイスケアの方法です。今のコロナ対策とかもありますので、コロナケアにもなるので、ぜひぜひやってみてください。30分で持ち帰れること、コンプレックスが才能として使える秘訣、才能や好きなことが分かる5つのこと、一生真似されない自分ブランドの築き方、そしてたった1分で依頼される自己紹介の秘訣、最後に直前30秒で聞く魅力ボイスケアの方法などをお伝えしたいと思います。すべて私の人生で実証済みのことで、この中で一つでも皆様にヒントになることがあれば嬉しいなと思っています。改めまして自己紹介をさせていただきます。歌手、ボイストレーナー、区議会議員司会をしております、角張幸恵と申します。大きく2つ活動をしておりまして、1つは歌手活動、日本でオペラ、ミュージカル、いろんな舞台に全国で出演をさせていただいたり、今までですね、イタリア語のオペラの大会でトロフィーを受賞させていただいたり、一番の活動としてはハミング・フォー・ピースという国連イベントを主催させていただいていて、実は今日アメリカのボストンからもご参加いただいている歌手の方がいらっしゃるんですけれども、その方と一緒にこの活動を頑張って広めようということで今年も頑張っています。もう一つの大きな活動としましては、話す声の講師として通わずたった1回で魅力が3割増しする、2時間で一生使える発声法が学べる話す声レッスンの講師として、声で損している人を声で得する人生に導くサポートをさせていただいています。これまで全国の企業研修ですとか、アナウンサーさん、CA 教官の方とか、ミリオンセラー作家さん、ラジオパーソナリティや歌手の方、講演家の方、1000名規模のセミナー講師の方々、いろんな方々に話す声をお伝えさせていただいています。おかげさまで予約も2ヶ月お待ちいただいている状態なんですが、私の特技は人の声を1分間聞いているだけで、どこの筋肉を使ってどのようにこう動かして発声しているかっていうのが瞬時に分かる耳を持っています。あとは声帯医学を学んでいますので、いろんなアプローチでその方の改善方法が瞬時に分かるという特技を持っています。でも実はつい3年前まで私は OL をしていまして、7年間正社員でパソコン業をしていたんですね。で、音楽とは無縁の人生をずっと歩んできていて、声楽は未経験ですし、さらに楽器は未だに弾けません。頑張ってもウクレレも弾けませんあと楽譜も読めないですね、未だに。で、夢もなく普通に田舎暮らしをしていたんですけれども、あがり症で引っ込み思案だったっていうのがすごい大きなコンプレックスだったんですね。人前が大の苦手で目立つのを避けて生きてきました。これは昔ですね、幼少期の時、変わった声とかぶりっ子って言われることがあって、いじめにあったことがあるんですね。それで声がコンプレックスになった経験があります。ではなぜこのコンプレックスだった声が今専門家になる自信の道筋になったのかというお話をさせていただきます。ちょっとこれ意味があるので、もしお水をお持ちの方は一口飲んでください。今飲んでいただいたと思うんですけれども、はい、これ後ほど説明しますね。もし今お手元にお水がある方は飲んでみてください。後でご説明します。ありがとうございます。今日の一つ目のテーマ、コンプレックスは専門家になり得る才能だというお話ですね。知るだけでコンプレックスを才能として使えるにはどうやったら使えるのか、一生真似されない自分ブランドの築き方とはどうやったらいいのか、誰でも知るだけで変われる5つの具体策を今日挙げてまいりました。
もしよかったらこの時間を使って皆さんにとって自分の中にこう問いかける時間にしてもらえたら嬉しいなと思ってます。突然ですが、あなたのコンプレックスは何ですか？これは人に言わなくて大丈夫です。心の中で弱点だなとかコンプレックスだなって思っていらっしゃる部分は何なのか、今一度この時間を使って考えてもらえるととても嬉しいです。ちなみに考えていらっしゃる間に、私のコンプレックスはこちらです。じゃじゃん。恥ずかしいんですが、声、やっぱり変わった声とかいじめにあったこともあったので、この上の3つっていうのはいじめにあって声がコンプレックスになったり、上がり症になってしまって人前が恐怖になってしまったり、引っ込み思案っていうのがあったんですね。でさらに鼻が大きいっていうのとか首が長いっていうのがすごいちょっとしたコンプレックスであったので挙げてみました。で、密かな悩みだったんですけれども、実はこれ今全てここに挙げているコンプレックスを仕事に生かせてるんですね。これをどうやって生かすのって思いますよね。そうなんです。声は人一倍悩んできたからこそ専門家になるほど研究できたんですね。これが一つ。そして上がり症、引っ込み思案というところは自ら検証して克服した姿を見せることによって実績として歌えます。そして鼻が大きいとか首が長いっていうのは声楽者によると、首が長ければ、そして鼻が大きければ肺活量がしっかりと据えて歌に有利だっていうことが分かったんですね。何の点でもコンプレックスであろうと弱みであろうと自分の好きじゃない自分の部分であろうと、生かし方とかその特性を生かせばどうにかこういうふうに仕事に結びつけられるんだなっていうこととか、自分自身の自信になるんだなっていうことを自分の人生で感じてきました。コンプレックスのいい面に気づくと才能として生かせられます。コンプレックスがなくなるだけで強みや実績になるかもということを今日考えてもらえたら嬉しいです。さらにですね、私 ADHD という発達障害を若干持っておりまして、物覚えが本当に人の3倍ぐらい時間かかるんですね。それを才能として見てみた場合、メモの達人になったなって後から思ったこと、そして分析の達人になれたなっていうことに気づきました。あと空気が読めないってよく言われてたんですけれども、人の意見を素直に実行するというきっかけになれたので、いい経験だなと私は感じています。はい、このように見方によってはそれを自分の特性として生かすことができるんですね。どんなハンディもコンプレックスも出し方で才能になります。こんな私でもできたよというお話をさせていただきます。じゃあ具体的にそれをどうやったら活かせるのかというポイントに絞ってお話をさせていただきます。たった5つのコツを知るだけでコンプレックスが強みになります。コンプレックスは才能だと知ること、そして書き出してみる、自分のコンプレックスを視覚化して客観視することによって改めてキーワードがつながってやっと改善方法が分かるんですね。コンプレックスに目を向けてみるということ、そしていい面も見てみる。無理やり私は出してみました。鼻が大きいとか首が長いってメリットあるのかなとかすごい感じてみたんですけれども、調べれば調べるほどいい面ってたくさん出るので、自分が何のコンプレックスを持っているかっていうことだけでも改めてフォーカスするとその改善点って見つかるんだなって私自身びっくりしました。それを才能として使うと何になるか考えてみるんですね。コンプレックスと、これ最後に大きなポイントです。好きなことを掛け算してみる。真似されない自分ブランドが確立するポイントはここにあると私は感じています。知らなかっただけでコンプレックスってとっても才能として活かせるんですよね。コンプレックスだった声の専門家になれた理由を述べます。私のコンプレックスは声でした。で、好きなことは歌なんですね。2つの共通点を見てみると、人生で使っている時間が長いという共通点がありました。だからこそ自分自身で検証できて時間を忘れるほど研究できるので、人より長けた知識とかが入りやすかったり、
技術がつきやすいんだなって感じます。自身で検証できるからこそ効果のあるものだけを伝えられる分野だと感じています。皆さんの中にもコンプレックスと好きなことっていうのってあると思うんですね。実は改めて自分でコンプレックスって何だったっけとか、あとは自分の好きなことって何だったっけって思わないと、この2つって明確に出てこないところがあると思うんですよね。そうなんです。コンプレックスの声というのを生かして、私は話す声の講師をさせていただいています。もう1つ好きなことは歌なんですが、実は話す声の講師としてレベルを上げれば上げるほど、もちろん発声法を学んだりとかするので、歌手の活動もどんどんレベルアップしますよね。だからコンプレックスと好きなことを掛け合わせると、どんどん相乗効果が起きるっていうことに気づいたんですね。コンプレックスも強みになり得る経験から、この事実を知るだけで人生を変えられると確信したんですね。今は好きなことを仕事にして、毎日のように朝起きると、角張先生に会えて本当に人生が変わりましたとか、こんなことがあったんですよっていうメッセージを毎日毎日のようにいただいています。軽くご紹介させていただくと、話すのが億劫だったんですが、声が素敵ですねと話しかけられるようになって、話すのが大好きになりました、恋人が見つかりましたっていう方がすごく多いですね。一番多いのがコンプレックスだった声が大好きになって仕事になったと、これが一番多い感想です。インタビュアーさんとか司会業の方とか、あとラジオパーソナリティになられる方が本当に多いですね。通わずに1回で人生が変わって本当に受けてよかったっていう声とか、先生に出会えて本当によかったって言ってもらえるのがとても嬉しいです。これまで東京、大阪、京都、福岡、山口、広島、埼玉、宮城、いろんなところで開催しまして、 Zoom ではスペインとかアメリカ、中国からもご参加いただいています。 Yahoo 記事とかにも載せていただいて、声のプロに講師ということで載せていただいたこともあります。今やっぱり企業研修などもさせていただいているので、社員のやる気がアップして活力が全く変わってきたという感想が最近寄せられますね。社内が生き生きし始めて本当にありがとうございますっていう声をいただいてます。もう私自身、人生で感じてきて効果のあるものだけをお伝えするので、誰でも自分らしく魅力を発揮できますし、このレッスンが何より大好きな時間になってます。では真似されない自分ブランドの気づき方とは、これすごい気になりますよね。私もずっと探していたんですけれども、他社製品よりいいサービスを用意することなのか、他社製品よりも安価にすることなのか、他社製品よりも付加価値をつけられるような何かサービスを追加しなければならないのか、コストを上げて内容を良くしなければならないのかってずっと感じていたんですが、実は違ったんですね。もちろんそれも大切なんですが、1分自己紹介の達人になること、これ皆様にお伝えしています。皆さん、自己紹介って決められてますか？実際自己紹介って一生に1個できていればずっと使えるものなんですが、これだっていう風に練習されてる方とっても少ないんですね。今日はスペシャルな方法なんですけど、どんな交流会とかいろんな会に行かれても、あなたにお願いしたいって依頼される自己紹介のポイントをお伝えさせていただきます。ぜひぜひこれ活用されてください。話す声講師として1分自己紹介のコンサルティングもしているんですが、そのところでもお伝えしている大切な内容です。ぜひ持ち帰ってください。自己紹介しただけで依頼される自己紹介のコツ4つですね。魅力的な肩書き、これは皆様お持ちの方もいらっしゃると思うんですが、魅力的な肩書きがあること、覚えてもらいやすいですし、私は魅力ボイスデザイナーという聞き慣れない肩書きなんですね。魅力ボイスをまあデザインするのかってなんとなく分かりますよね。あと声のことに関して魅力を何とかしてくれる人なんだろうなっていうイメージは湧くと思うんですね。そうなんです。この
それってなんだろうって思ってもらえるのがとっても大事なんですよね。一つは肩書きです。そして2つ目は、〇〇な人を〇〇な人に導く何屋さんですっていうところ。意外と何屋さんですっていうところが皆さん入っていらっしゃらない方がたくさんいらっしゃるんですね。スピリチュアルなんたらなんたらこうたらですみたいな感じで入ってる方もいらっしゃるんですが、結局何のサービスをしている人なのかわからない人って結構いますよね。とっても才能が長けている方多いのにもったいないなって感じることも多いんですよね。〇〇な人を〇〇な人に導く何屋さんです。今のクラブハウスされている方いらっしゃいますか？してます？あ、そう、あ、していらっしゃいますよね。もう結構、あ、本当ですか？そう、私も実はクラブハウスでご注文につながることものすごく多いんですね。これは何がいいかというと、このポイントを押さえたプロフィールにしていること、そしてこのポイントを押さえた1分自己紹介にしていることなんですね。ぜひ皆様の自己紹介に取り入れてみてください。どんな経験をした私だからこそ、あなたにとって何のプロとして何を伝えられる人なのか、これが自己紹介に入っていると、じゃあこれに悩んだらこの人だっていうふうに、その自己紹介を聞いていただいたときにインプットしていただけるんですね。そしてそれで実績が叶ってきたら、実績も入れるとより明確な信憑性につながりますよね。たったこれだけ、本当この4つだけ押さえていれば、これこれをしてる何年さんですよねっていう風にちゃんと名前と肩書きを覚えてもらいやすいので、ぜひご活用してみてください。そしてプロフィールには、どんな経験をした私だからこそ、何ということを夢に持っていて、何を用いて何をしていますっていうことを書くと、よくですね、クラブハウスの方で、え、すごい面白そうな人がいるからスピーカーにあげようっていう形でお話をしてくださいって言われることが多いですね。私はこれを入れているんですけれども、まあ、いじめによって上がり症になったけど克服して、その内容を声の専門家として講演させていただいてますよってお話ししたり、いろいろとプロフィールに入れております。自己紹介でどんな人となりの何屋さんか分かると、ぜひこの人にお願いしたいってなるんですね。今ってサービスを調べたらありふれてるじゃないですか。ボイストレーナーさんももううんといますし、声楽を習う時もうんといらっしゃいますし、パソコンを習うのもうんと学校はありますけど、その中でじゃあこの人にお願いしたいってなるポイントって何ですか？やっぱりつながりがあって、自己紹介を聞いた時にこの人なら信頼できるかもって思ったりとか、あとはこの人が何々をしていて何々ができますよっていう紹介をしていたから、じゃあ頼もうになりやすいとか、そう、自己紹介でその人結びつけるのがとてもおすすめです。これこそ一生真似されない自分ブランドだと私は思っています。日本文理学院高等部の3つの約束にもありますよね。 Zoom でご覧の方は、もしよかったら右上のホームページを読んでいただけると、日本文理学院のホームページが見れるので、よかったら見てください。その中に、主体的に夢を持つことを推奨し、独自のやり方で勇敢に挑戦する人を応援します。すごい素敵なコンセプトですよね。この3つ本当に私も共感しています。あなただけの個性を大事にし、その光を社会に向けて放つ方法を一緒に考えます。はい、一つ目のコンプレックスは専門家になり得る才能だというお話の前半をお話しさせていただきました。あとは後半に、3年前 OL から歌手になった私が検証した才能、好きなことが分かる5つのポイントというのに絞ってお話をします。あとは最後に5分間だけボイストレーニングをしたいと思います。ちょっとこれ理由があるので、もしよかったらその場で肩回しを2回後ろにしていただけますか。一緒に行いましょう。ズームしているととても疲れますよね。ちょうどチャイム鳴りましたね。後ろに2回、前に2回、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。これで腕周りの血行が良くなるととっても活性化するんですね。脳が自分の才能が何か分かった5つの項目、これ実は3年前まで OL をしていたので全く夢も持ってなかったですし、音楽に触れる人生ではなかったので、ではなぜ分かったのか、ここに5つ挙げております。自分の才能が何か分かった5つの項目。1、時間があればついついやってしまうこと。これは大好きな作家の本田健さんという方いらっしゃるんですが、ご存知の方いますか？いますか。私実は以前本田健さんのセミナーの表紙デザインをしていたウェブデザイナーなんですねそうなんです。ウェブデザインとしてこうパソコン業をしていたんですけれども、その方の本に書いてありました。時間があればついやってしまうことの中にあなたの好きなことがありますよって。ついつい時間を忘れてしまうこと、私は鼻歌でした。人によっては検索するとかそんなのでいいんですよね。人に褒められたり意見されたことの中に私の好きなことがありました。実は悪口でも褒め言葉でも言われた言葉の中に、変わった声だねっていう悪口であろうと、いい声だねって言われた褒め言葉であろうと、特徴があるからこそ言葉をかけてもらった言葉ですよね。なので今思うと教えてくれてたんだなって全てを受け取れています。人に褒められたり意見されたことの中にある、まだ言っていないけど本当は得意なこと、実は才能のジャンルはご自身で知ってるはずなんですね。もっとああすればいいのになっていうのが見えるジャンル、これは違いと解決策が感覚で分かっているので、それこそ才能だと私は思うんですよね。ちょっと嫉妬してしまう人の、あの人ああすればもっといいのにって見える点って、皆さんいろんなジャンルありませんか？それが直接すぐにお仕事になるかどうかは考えなくて大丈夫なんです。ぜひご自身の好きとコンプレックスだと勘違いしていた部分を才能に転換して掛け算をしてみると、今よりもっときっと自分らしさに近づく生き方になると思っております。それではお待たせしました。ここから数分間ですね、どんな職業の方でも大切な日に役立つ直前30秒で聞く魅力ボイスの秘訣を特別にボイスケアとともにお伝えさせていただきます。普段はたった1回で、通わずたった1回で話す声が魅力的になるというレッスンをさせていただいているんですけれども、そこでもお伝えしている内容です。皆さん、うがいはどのようになさってますか？されてない方もいらっしゃると思うんですが、実は一番いいうがいの手順があります。1回目にうがいをすると良くないんですね。まず口に含みます。そして口内を洗浄します。口の中にある雑菌などをぐちゅぐちゅぐちゅっとしてペッと吐きます。その後普通にうがいをします。ぐちゅぐちゅペッ、その後なんです。もう1回含みまして、ゴロ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 ってしながら首を傾けるんです。ゴロ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 、それでペッとする。これをしないと実は喉の側面についているウイルスが全く取れないんですね。横についているウイルスをちゃんと取ってあげないと、せっかくうがいしても意味がないので、ぜひこれは、そういえばなんか話す声の先生が言ってたなって思ってうがいされる時には思い出してください。あとは自然治癒力をアップすると言われているアミノ酸ドリンク、本当におすすめです。これは私、予防と免疫アップ、自然治癒力アップ、回復力アップのために飲んでいます。これは薬局に行って、できるだけ体にいいアミノ酸ドリンクを教えてくださいって言うと調合したりとか教えてくれたりしますので、ぜひお買い求めください。はい、声が第一印象を 38% 占めているんですね。実は見た目も大事なんですけれども、声が 38% 含めているってすごいびっくりですよね。しかも衝撃なのが、話したことは 7% っていう、忘れられてるんですね。なので私のボイストレーニングは、通わずにたった1回で魅力3割増しになるということでレッスンをお伝えしてるんですね。はい、できれば口角を引き上げてから話し始めるというのを意識するだけで、
大きくそして明るく相手に響くので、ぜひ講演の時とか、あとは明るい印象を相手に与えたいなっていう時には、ぜひぜひ口角を上げてから発声をされてみてください。知るだけでもう全然変わるんですよね。こんな方法も100以上あります。30秒の体操なんですけれども、ほうれい線なくなれと思いながら、ほうれい線に沿って舌をぐるーぐるーっと回してみます。ご自身の方でやっていただいて大丈夫なんですが、こうやってこれをあと2回いきます。一緒にやってみてください。変化があります。あと1回いきます。すいませんね、変顔になっちゃって。今口内が唾液分泌されませんか？そう、潤うんですね。実はミンティアとかガムとかなくても、この体操をたった3回するだけで、ちょっと大切なプレゼンがあるなとか、緊張してしまうなっていう時に、これをちょっとこうやって隠しながらやるだけで潤いますので、ぜひぜひやってみてください。30秒でできちゃいます。そう、しかもほうれい線が消えるので美容効果がありますよね。先ほど皆さんにお水を飲んでいただいたと思います。お水、実は 500ml のお水を飲んでから学習したのと、お水を飲まずに学習した方で、イーストロンドン大学で調べた研究者たちの研究結果によると、脳の反応率が 14% も変わると言われてるんですね。なのでお水を飲んでから学習すると、理解度とか、あと先生としてお話をされている方は、ご受講生の方の満足度が全然変わってきます。ぜひやってみてください。はい、今日はコンプレックスが強みになる、一生真似されない自分ブランドを築く魅力ボイスとはというテーマでお話をさせていただきました。歌手、魅力ボイスデザイナーをしている角張ゆきえが務めさせていただきました。最後にですね、私もコンプレックスを持っていましたが、それを才能として見たら、いい面があったなっていうところで、才能として転換ができて、今独自ブランドを作ることができています。ボイスケアはとっても大事なので、今日お伝えした内容、もし思い出す日があったら、ぜひ実行してみてください。最後におさらいです。コンプレックスは才能として活かせられる。コンプレックスと好きなことを掛け算すると、自分の一生真似されないブランドができる。たった1分で依頼される自己紹介が大切ですよ、というお話をしましたよね。あとは話す声を良くすると自分らしさに導かれる。これは人生でもう検証済みなので、本当に声を大にして皆様にお伝えしていきたいなと思っています。今日お伝えした中で一つでもヒントになることがあったら本当に嬉しいです。今後はオペラ、ミュージカル、いろんな舞台で歌を活動してるんですが、お手元にお配りさせていただいたこのハミングフォーピースという、ハミングで世界中とつながろうというボランティア活動があるんですけれども、これハミングで去年世界中の方と数百人の方とオンラインでハミングをし合いまして、本当に非言語で世界がつながりました。もしよかったらチラシの中にある QR コードにホームページがあって、去年の世界中の歌声が3分の動画で載ってるので、よかったら見てください。国連のアメリカ本部の方に報告が行って、平和賞というのをいただいているので、もしよかったら10月10日オンラインでつながってボランティアに参加してもらえたら嬉しいです。今後も講演やボイストレーニング、歌、ボランティア活動でこういったことをお伝えしたいと思っています。声のことなら何でも解決できないことはないので、ぜひお友達になれたので、いつでもご相談ください。はい、このようにですね、私が歌っている後ろでアクリル板に画家さんに絵を描いていただきながら、ネガティブなイメージで使われているアクリル板ですが、人と人を隔てるだけの役割ではなくて、こういうアートにも使えるよということで、宮城県で出演をさせていただいたりしています。最後に、もしよかったらこのご縁ですので、おつながりいただけるととっても嬉しいです。本日お聞きいただきましてありがとうございました。角張ゆきえでした。ありがとうございました。